ちどっちそっち ADS。 名張市物産振興会の名張お宝発見。このコーナーではイオン名張店1階にある名張物産市場に商品を出している生産者の方や名張市物産振興会に加盟されている皆様をスタジオにお招きし、さまざまなお話をお伺いしていきます。今回はイオン名張店店長の栗田博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。栗田さんは9月11日に名張店に着任されたということですよね。そうなんです。まだ1ヶ月経ってないんですよね。ただ9月11日から名張市民になりましたんで、よろしくお願いいたします。ようこそお越しいただきました。よろしくお願いします。で、以前はどちらにお住まいだったんですか？以前はですね、はい、愛知県の今池っていうお店でですね、はい、勤めてまして、まあ、比較的こう繁華街のこう飲み屋さんとかがいっぱいあるようなところで、働かせていただきまして、ちょっと都会な感じの場所だったわけですね。はい、名張に引っ越ししてみてどうですか、この地域、印象は。印象、そうですね、山もありますし、川もありますし、はい、食べるところもいっぱいありまして、はい、ものすごく自然豊かですしね、美味しいものもいっぱいありますし、もっともっとですね、名張のいいところまだまだ分かってないんで知りたいと思いますね。もう栗田さん若手ホープで名張を一緒に盛り上げてくれるというね、はい、頼もしい、方なんですけども、今回ご家族の皆さんも一緒にいらっしゃったんですか？その家族とは実はですね、もうかれこれ10年、はい、別居生活といいますか、単身赴任をしておりまして、もう10年ずっと一人暮らしが続いてますね。私もそのイオン名張店さんというとお買い得情報のコーナーで毎週火曜日にお邪魔させていただいてますけれども、はい、皆さんそんな感じの方多いですよね。そうですね、単身の方がやっぱ多いですけども、もう10年も単身するとやっぱ寂しいですよね。あ、なるほど。その寂しさを名張がなんかいろいろで補ってほしいなってすごく、思うんですけれども、最近すごく朝晩寒くなってきませんでしたか？そうなんです。最近もうここ10月入りまして、もう朝晩が急にね寒くなって、はい、日中はまだちょっと汗ばんだりもしますけども、急に朝晩が寒くなってきたんで、まあこういった部分でね、お店としてはおすすめ品をですねどんどん紹介していきたいなというふうに思っております。結構このイオンさんも毎回面白い商品だったり新商品とかいろいろと私も教えていただいて勉強になってるんですけども、今栗田さん そのおすすめの商品というと何かありますか？そうですね、イオン名張店では10月1日からですね、はい、鍋開きという形でですね、まあ、冬に向けて本格的にこう鍋、をですね、こう売り込んでいきたいなということで今スタートさせております。鍋開き、はい、すごくいい言葉ですね、はい、ですんで、まあ、すき焼きから、ね、はい、しゃぶしゃぶ、それから、まあ、ちゃんこ鍋とか、まあ、そういった部分のですね、鍋の商材をですね、ここ10月で、一気にですね皆様にお届けしたいというふうでお店の方では展開させていただいております。イオンさんで見たんですけど、そのお鍋の、まあ、タレもそうですけど、種類がすごいですよね。そうですね、特に今年はですね、まあ、コロナ禍とかですね、そういった部分もありまして、はい、特に当店として力を入れているのが個食ですかね、うんうん、一人前から味わっていただけるような鍋つゆもですね、はい、人数に合わせて使えるようなタイプの品揃いをですね、昨年よりも大きくですね展開させていただいております。じゃあもう一人用のねセットもお買い求めしやすいという感じで。そうですね、お野菜も少量に、お一人様からも使えるような形であったりとか、あるいはその2階のですね、はい、食器売り場の方ではですね、まあ、今年の新しい取り組みなんですけども、今まででしたらこう大きな鍋をですね、はい、ご家族でみんなでこうつつき合って楽しむという、
スタイルがあったと思うんですけども、まあ、今年はどうなるかちょっと分かりませんが、私どもの提案としましては、まあ、コロナ禍もありますし、それぞれで一人用の鍋で食べるというシーンですね、そういった意味でも一人用の土鍋をですね、今年は大きく展開をさせていただいておりますので、ね、もしよろしければご利用いただけると幸いですね。あ、なるほど。で、あとこのマスクもね、そのコロナ禍では結構必要なものですけれども、マスク売り場も展開されてますよね。そうなんです。今年ですね、当店マスク売り場、自分で言うのもなんですけれども、ものすごく力を入れてまして。あ、そうなんですか。2階の方でですね、マスクショップという形でですね、はい、昨年とは比較にならないほどですね、大きくですね、展開をしています。種類も結構たくさんあるんですかね。そうですね、今まで従来の不織布のマスクもありますし、またプリント柄とか、あるいはレース地のですね、使ったようなファッション的なマスクであるとか、で当店で一番人気のあるですね、ポリエステルとポリウレタを使った洗っても何回も使えるそのパステルマスクというのがですね、当店で今一番人気あるんですけれども、はい、そういった商品、またはですね、スポーツで使うようなスポーツマスク、それからご自身で作っていただけるような手作りマスクキットですね、はい、合わせてですね、関連といたしまして、まあ、マスク最近されている方は、感じる方は多いかと思うんですけど、この、はい、マスク独特の肌トラブルですよね。 あるんですよ。で、はい、その肌トラブルの対応するようなですね、保湿美容液などをですね、一緒に添加しておりますのでですね、ぜひですね、当店にお立ち寄りの時は2階のマスクショップですね、はい、お立ち寄り願いたいと思います。本当ですね。このまた秋というとマラソン大会も結構増えてくる時期なんですけれども、このスポーツマスク、はい、私もちょうど欲しいと思っていたところでした。あ、もうぜひお願いいたします。はい、マスクタイプのものから、このマスク ガードっていうんですかね、ちょっとこう首にかかるような形の、口元がゆったりとした感じで、こう呼吸のしやすいタイプのもございますんでね、ぜひご利用ください。あ、もう足を運びたいと思います。スポーツするとちょっとマスク息苦しくて、非常にしんどかったりもするので、そうなんですよね、選べるものがあるっていうのも嬉しいですね。はい、いや、もう鍋商材だったりとかね、今必要なものがもうイオンに行けば揃っちゃうという、そうですね。この1階には名張物産市場もありますけれども。そうですね、今もうちょうど秋の味覚として、柿であるとかですね、はい、あるいはですね、今日も展開しておりますけれども、みかんですね、人気のみかんであるとかっていう部分も含めてですね、たくさんですね、地元の農家さんからですね、ご提供いただきまして、日々展開しておりますので、こちらも合わせて、ご利用いただければと思います。さんはちなみに今の時期何か好きな食べ物だったりっていうのあるんですか？私ですか？はい、私はですね、結構お肉が好きなんですけども、はい、季節というあれじゃないかもしれないですけども、はい、私名張来てこう道を通っていると伊賀牛の看板が結構あったりするんで、ありますね、ものすごい早く食べたいなと思いながらまだ食べてないんですけれども。あ、そうなんですか。いや、もうぜひぜひちょっとご賞味いただきたいと思います。はい、よしね。ということで、最後にではリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。9月に、名張店にですね、イオンの名張店に着任しました。まだまだですね、地元の文化ですね、等をですね、分かっていないところあると思いますので、皆さんのお役に立てるようにですね、しっかりと勉強して頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はイオンの若手ホープ、イオン名張店店長の栗田博之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、名張市物産振興会の名張お宝発見のコーナーでした。あっちどっちそっち ABS